皆様こんにちは。ご紹介をいただきました参議院議員の中野正志でございます。私どもの政党は小粒の政党でございまして、党首が変わったばかりであります。中山京子さんが女性の党首としてこれから頑張ります。次世代の党、次の世代の党、私は次の世代というぐらいでありますから、若い世代をこれからどんどん育んでいこう、そんなわけで、実は幹事長もお願いをされたんでありますけれども、お断りをいたしまして、相変わらず国会対策委員長というある意味裏舞台の仕事であります。表舞台なしでございますので、表なしの仕事とあえて申し上げておりますけれども、その国対委員長で頑張っております。さて、この塩釜市長選挙、総決大会の時にもお話をいたしましたけれども、私は塩釜市立第一小学校卒業であります。その卒業生の中で最も誇るべき、今活躍されております先輩がこの佐藤明さん、そして誇るべき後輩で、本当に小学校時代は神のわらべと言われたんでありますけれども、今村井知事さんを助けておられる三浦秀一副知事であります。私はこの第一小学校、その他も、まあ柏助成全県会議員はじめ、たくさんの優れた多くの卒業生がおりますけれども、本当に明さん、まさに一生の名誉と、また一生卒業生の、そういった意味での卒業生の皆様の期待も、もちろん当然ながら市民の皆様の期待にも応えられて、一生懸命今日まで頑張ってこられたではありませんか。もう若い自分から頭がいいと言われた、そして県庁に入られても思う存分の活躍をされてきた。私も県議会議員、そして衆議院議員、参議院議員という歩み方をいたしてまいりましたけれども、もう本当に役人の域を超えた活躍をされたのがこの佐藤明さんであります。東京にもしょっちゅう来られました。そして中央官庁の役人さんと、もう遠慮会釈のない、それこそ討論をされまして、宮城県のために、県民のためにという、その一点で予算の獲得をはじめとして素晴らしい貢献をされた大役人であります。私はそういう意味で、過去の明さんも知っておる、今日の明さんも知っておる。ですから今伊藤さんが言われたように、復興の問題をはじめとしてたくさんの課題を抱える我が町塩釜でありますけれども、佐藤明さんでないとダメだ。これからこの4年間が塩釜にとっての大変に大事な時になる。明さんの知恵、そして頭の良さ、そしてこんなにも多くの皆様が明さんのこの選挙しっかり支えようということで頑張っておられる、こういったパワー、市民の皆様のパワー、これがこの4年間大事なんであります。私たちは国政の立場からしっかりとお手伝いもさせていただきますので、何としてもこの戦い、大きく大きく明さんに皆さんのお力を賜りますように、そして明日の夜、素晴らしい成果が発表されますように、心から期待を申し上げながら、改めて推薦の挨拶とさせていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。本日まで大変ご支援ありがとうございます。中野正志様、